定小型原付が基本的に走行するところはどこか。歩道と車道と思う方は丸を、車道のみと思う方は×を。これ少し難しいですね。それではいきます。せーの、はい、こっちでしょ。あ、男性と女性で、おっと割れましたね。特定小型原付が基本的に走行するところは車道のみ。よし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 。ちょっと難しいんですけど、特例特定小型原付といって最高速度6キロしか出ない特別なモードが備わっている車体に関しては、歩道側に自転車の、まあ、通る場所がついているから、はい、そこをその特例特定小型原付は走ることができます。あ、なるほど、そこは一緒ですね、はい、ただし通常の特定小型原付はどちらには走れませんので、基本的には車道というふうに思えてください。はい、はい、